月は寝た姿勢でできる運動を行います。動きやすい服装で手足が周りに当たらない広い場所で行いましょう。呼吸を止めないように気をつけて、使う筋肉を意識しながら行いましょう。今週は体幹トレーニングを行います。まずうつ伏せに寝転がり、肩の下に両肘を置きましょう。手は軽く握りましょう。足の指を立て、お腹と太ももを上げ、目線を斜め前にし、肩からかかとまでが一直線になるようにお尻の高さをキープしましょう。このようにお尻の位置が高すぎると負荷がかかりません。体の中心に力を入れるようにし、正しい姿勢を保ちます。ゆっくり戻しましょう。それでは10秒間行いましょう。用意、始め。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次に体を横に向け、肩の下に肘を置きます。両足を伸ばし、お尻を床から離します。肩から足までが一直線になるようにお尻の高さをキープしましょう。ゆっくり戻しましょう。それでは10秒間行いましょう。用意、始め。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対側も行います。用意、始め。体幹を鍛えることで姿勢の改善やバランス力の強化にもつながります。呼吸を止めないように注意しましょう。いかがでしたか？筋力トレーニングで心も体もリフレッシュしましょう。ぜひ時間を見つけて行ってみてください。